何とかしてレミさんに見つからないようにしないと。サニア、どこに行ったのだ。私に魔法を教えるのだ。あら、サリアじゃない。ずいぶんと疲れているみたいだけど。実はサリア、返事をするのだ。魔法が使える最強のレンジャーにするのだ。ああ、なるほどね。ちょっとそこに隠れていなさい。早く。お、月夜なのだ。サリアを探しているのだが、見なかったか。サリアなら反対側に走っていったわよ。むむむ、私の目をかいくぐって反対側に抜けるとは。やっぱり魔法の力なのだ。絶対に教えてもらうんだぞい。もう出てきても大丈夫よ。どうもありがとうございます。レミにも困ったものね。感情がストレートすぎて相手のことなんてお構いなしに行動するから。でも付き合ってみるとそんなに悪いやつじゃないわよ。気が向いたら簡単な魔法ぐらいは教えてやってね。意外です。ん？月夜さんって もっと怖い人かと思ってました。え、怖い？私ってそういうイメージだったの。みんな大変なのだ。異形が攻めてきたのだ。おっと、異形が出てきちゃったら隠れてるわけにはいかないわね。行くわよサリア。はい、異形を倒しましょう。大いなる天空のかけらよ、我が声に応えよ。メテオストライク。ここまで来れば大丈夫かしら。異形を倒した後にレミに隠れて逃げてきたけど。などもありがとうございます。月夜さんは別に隠れなくてもよかったのでは。さっきレミに嘘ついちゃったし、今会うとちょっと面倒くさいから。それにサリアが私のことを怖いって言ってたのがね。普段の私ってそんなに怖いかな。いえ、今も一緒に隠れてくれてますし、とっても優しい方なんだと思いました。なんか面と向かって優しいとか言われると照れるわね。アヤじゃないけど。初めて出会った時は記憶喪失で頭がはっきりしていない私に、呪文という見るもおぞましい仕打ちをされたり。え？今後の方針をマイさんと二人で話していると、物陰から殺気を帯びた目で私を睨んでいたり。何か提案するたびに反対意見を出してくるので、この人になんか恨まれてると思ったこともしばしばで、提案が通るとブツブツ文句を言いながらも従ってはくれるので、うわー、めんどくさいと思ったりしました。あと
ポート役がいいと、いつもおっしゃってますけど、要するに、自分可愛さで汚れ仕事はしたくないという気持ちの…野生の勘でサリアを探していたら、月夜が面と向かってディスられているのだ。今、私があの中に入ったら、そのままディスられてしまいそうな雰囲気なんだぞい。今日のところは魔法を教えてもらうのは諦めて、明日にするのだ。